それではご投稿会よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日は私どもの参議院選挙公約を発表させていただくわけですが、その前に一言申し上げたいと思います。昨日150日間の国会も終わりまして、7月11日の投票日でも固まりました。もうあとは、この選挙の勝利を目指して、ちょっと妄心するとこういうことに尽きるわけでございますが、一言終盤国会を顧みましてね、これだけは申し上げたいということがございます。それは新しい菅政権に変わりまして、本来から言えば当然のことながら予算委員会まで開いて選挙が目前なわけですから、一体どういう選択肢が有権者の前にあるのかということを明らかにする、これは当然国会の果たすべき役割でありましたが、予算委員会を開かずに終わってしまったということは大変残念なことであって、民主党は国会の任務を放棄したと言っても差し支えないと思います。でこのことはたびたび述べてまいりました。しかるにもっと申し上げたいことは、昨日になりましてね、私どもも不信任案衆議院に出しました。参議院では問責決議案が出ました。で参議院ではこの問責決議案をですね、本会議に上程しないで、いわば握りつぶして会期を、本会議を開かずに会期を終えてしまったわけであります。でこのことは何を意味するかということを私は、声を大にして申し上げたいと思っております。事柄が衆議院であれば不信任案というのはご承知のように、もしこれが否決不信任案が通れば、これは内閣を総辞職をするか、あるいは解散をしなければならない、憲法上もそういうことが書いてございます。従いまして内閣不信任案が出たとき握りつぶして本会議に上程をしなければ、これは憲法破壊であることは明明白白であります。じゃあ参議院のこの方であればそういうことはないのか、私は法には何にも憲法には何にも書いてはありません。しかし国会というところは、この立法府はですね、自分たちの場で行政府をきちっと監督する。だから国会の最後の役割は行政府と立法府が対峙をする、こういうことにあると思っております。内閣不信任案は当然そのための最も大事な道具、衆議院に与えられたツールであります。問責決議案は参議院が持っている最も大事なツールであります。これが上程されたときにそれを本会議にかけることもしないで握りつぶす、与党であろうと野党であろうと、参議院議員あるいは国会議員というものがそういう立法府の役割を放棄するようなことができるのか、これを憲政破壊として、議会の破壊と言わずして何を破壊というんだ、私は昨日以来このような怒りに燃えております。今日は自民党の参議院選挙公約を発表する場でございましたが、このことだけはあえて皆様に申し上げたい、このように思って冒頭一言申し上げる次第でございます。で怒りましたので少し気持ちを沈めましてね、参議院選挙公約について申し上げたいと思います。冒頭この選挙公約の冒頭に、私ちょっと書かせていただいておりますが、この目的はやはり今ちょっと日本は内向きになって自信も失いかけておりますが、もう一度誇りと自信に満ちた国づくりをしたい、そして私どもは保守政治の原点に立って、守るべきものは守る、しかし改革すべきは改革をする、真摯の精神を持った保守として、国民に訴えていきたい、こういうことでございます。そしてなんとなく内向きになっている中で、今度のポスターがないし標語は一番ということにさせていただきました。かつて日本は治安でも我々の国は世界一治安のいい国だと思っていた、教育面でも日本の教育は世界で一番ではないか、こんなふうに思っていた、もう一回あちこちで一番のものを作って若い人たちに誇りと希望、情熱を持っていただくようなことをしようじゃないか、
まあ、こういうことが一番この公約の基礎にある考え方でございます。そしてこの参議院選挙公約を作りましたときに一番注意をしながらやろうと石破政調会長ともお話を申し上げたことは、今マニフェストという言葉がですね、手垢にまみれた挙句にあたかも嘘の代名詞、詐欺の代名詞であるかのようになってしまっている、誠に残念なことであります。ですから私たちはこの私たちの参議院選挙公約はできることを書こうと、それからそのやるべきことであってもなかなか言うのはちょっといい、気が重いなというようなことでもやるべきことはきちっと聞こう、こういう気持ちでこのマニフェストを作る作業をしたということでございます。でいくつかそこでの申し上げたいことを申しますと、まず第一にやはりこれから3年間経済成長して、あらゆる政策手段を尽くして経済成長していく、そして雇用を作っていく、地域の活性化や国際競争力を強化していく、そして、まあ、頑張る人が報われる日本を作ろう、ばらまきの手当よりもやはり仕事を作っていく、こういうことが第一でございます。それから2番目はですね、この間我が国は国際的に日本が活動していく場合の信頼の基礎を天馬等々の処理で失ったところが あったことは残念ながら事実でございます。もう一回日本が国際社会で活動していくその一番の基礎である信頼を、国際社会における信頼を作っていこうじゃないか、そのことを日本だけ良ければ良いのではない、やっぱり国際社会に対しても日本は果たすべきことは果たしていかなければならない、まあ、こういうことで表現させていただいております。それから3番目にですね、今多くの方が心配をしておられることは、恒久財源が用意されていないばらまきのマニフェストによって日本がギリシャになってしまうのではないかということを心配をしております。ばらまきを排してそういうものはすぐやめる、そして私たちの言うことはきちっと財源を確保、財政再建にも目配りをしながらやっていくんだ、このことをはっきりさせて、公約を打ち出そうということ ことであります。言い方を変えれば、今の世代だけが良ければ良いのではない、次世代にもしっかり目配りをしていこう、そして財源の裏打ちのある社会保障の充実で安心を実現していこう、そういうことになりますと消費税等につきましても日本の現状をきちっと説明しながらその必要性を国民に訴えていかなければならないだろう、これがまた3番目の柱でございます。そういったことの背後に私ども今年の党大会で、平成22年綱領というものを作りましたが、個人の努力であるとか創意工夫あるいは自由それに伴う責任、そういったものをきちっと踏まえて作っていこう、新綱領に謳われました保守の精神が公約の基本精神だということを改めて、申し上げたいと思います。それからこの公約の作成にあたりましては一部の人が密室で、作るといったようなものではなく、全議員、それから我が党の都道府県連、それから多くの国民の声にもいろいろ伺って作成をしたということでございます。私どもは自信を持ってこれを国民の皆さんに訴えてまいりたいと思っております。で民主党も本日マニフェストを発表されるということでございますが、報道ベースで伺いますと我々のカーボンコピーのようなものをだんだん我々の政策にすり寄って来られたわけであります。天巻市の移転先を辺野古沖だということは決して安全保障に対することだけではなくて、マニフェストにつきましてもあるいは税制等の考えにつきましても我々のコピーのようなものを出してこられる、こういうふうに理解しております。
これはなぜそういうことになったかというと、私が申し上げるまでもなく、前回のマニフェスト、国民との契約である、こういうふうに言っておられましたが、このマニフェストに含まれた数々のばらまき財源は簡単に無駄がたくさんあるんだから捻出される、こう言っていたはずでありますが、ほとんどそれは実行できなかった。今や民主党の昨年のマニフェストが履行不能であるということが明確になってまいりましたけれども、そのことを正面から認めずに、裏口から新たなことを言われていくということは、これはきちっとどこかで総括をしていただいて、国民との契約違反を履行不能になったということを謝罪すべきではないか、このように感じているところでございます。以上申し上げました。具体的な点については石田政調会長にお願いをしたいと思っております。私からは以上でございます。